こんにちは。今日はなぜ停電するのかについて話します。停電にもいろいろ理由がありますが、今回は発電所にある発電機が供給できる電力と電力需要のバランスが崩れた場合の話です。2022年3月の停電や電力逼迫の原因になったものです。電力の需給バランスの話ですが、そもそもどうやって発電しているかから始める必要があります。一般的な火力発電を例にして話します。いろいろと省略はしていますが、これが火力発電がどうやって発電しているかを示した図です。ボイラーとタービン、あとは発電機があります。どうやって発電しているかというと、このボイラーの部分で水を沸かします。水を沸かすと蒸気が出てきます。でその蒸気をタービンに押し当てて、タービンを回転させます。このタービンの軸と発電機の軸は直結しています。なのでタービンが回ると発電機も一緒に回るようになります。この発電機が回ると電圧が出てきて、その電圧というのは送電線を伝って、この家に、皆さんの家庭に来るわけです。ここに小型の発電機を用意しました。この発電機の中には磁石が入っていて、このタービンが回転すると中に入っている磁石も回るようになります。実際の発電機は永久磁石ではなくて中に電磁石が入っていますが、原理は同じです。このタービンにボイラーで沸かした蒸気を押し当てることで、このタービンを回転させて発電機も一緒に回します。発電機を回すとこのように電圧が出てきます。今ここの画面に表示されているような電圧が出てきます。この回転の速さによって周波数が変わります。こんな感じでゆっくり回っている時は周波数は低いですし、早く回っている時は周波数は高くなります。こういうふうに発電機から出ている電圧が送電線に乗って家まで来るわけです。実際にコンセントから来ている電圧をこのオシロスコープで見てみます。こういうふうに波形を見てみると 50Hz の電圧が来ていますね。東日本だとこのように 50Hz の電圧が来ます。そして西日本ですと電圧の周波数は少し高くなって、このように 60Hz の電圧が家まで来ています。これが 60Hz、 これが 50Hz、 60、 50といった感じです。火力発電所の場合ですけど、 50Hz の場合は発電機は毎分3000回転、そして 60Hz の場合は発電機は毎分3600回転回転しています。こちらの手回し発電機を使って少し実験してみます。ここに LED をつないで、そして発電機をつなぎます。負荷として LED を使っています。この負荷というのは需要のことですね。どのくらい一般家庭で電気を使うか、この LED の数が多ければ多いほど負荷は高い、つまり多くの電気を使える状態にあるということになります。今負荷と発電機はつないでいません。ここで発電機を回してみます。そうしますとこの電圧計を見ていてください。発電機を回すと、このように電圧が出てきました。今負荷はつながっていない状態ですので、特にこの発電機は問題なく回せます。では次に負荷と発電機をつないでみます。実際に LED を光らせるわけです。では発電機を回してみますと、こんな感じで LED は光りました。当然ですが発電機が回っている時にしか LED は光りません。少し音を聞いてみると分かるんですけども、先ほどより何か少し重そうな音がしていると思いませんか？実際発電機を回している時も、この回す力は負荷が何もつながっていない時よりも多くの力が必要になります。ではさらに負荷をつないでみます。もっとたくさんの LED を光らせてみます。そうしますと、このように LED は光りましたが、回すのにさらに多くの力が必要になりました。なぜたくさんの負荷がつながっていればつながっているほど発電機を回すのに多くのトルクが必要になるのか。発電機の中にはこのように巻き線と磁石があります。で、負荷に電圧をつなぐと当然ですが負荷には電流が流れます。そうしますと発電機の中の巻き線にも電流が流れます。
その電流によって巻き線の周りに磁束が発生します。その磁束というのは磁石の動きに反発するような方向になります。なので負荷を多く取れば取るほど、たくさんの電流が流れるほど発電機を回すのに高いトルクが必要になります。まあ、実際には発電機を回しているのはタービンなわけです。今はタービンを回すための機械的なトルクと、あとは発電機がその電磁力によって発生するトルクが一致している状態です。ですので発電機の回転数は一定のまま変化しません。つまり1分間に3000回転の 50Hz か1分間に3600回転の 60Hz でタービンと発電機は回転します。では次にどんどん需要負荷を増やしていきます。たくさんの電流を流します。そうしますと発電機を回すのにたくさんのトルクが必要になります。なのでタービンとボイラーはどうするかというと、このタービンに当てる蒸気の量をさらに増やします。ここら辺にバルブ、弁がついていますが、その空き具合ですよね。その空き具合をさらに開いてタービンに当てる蒸気を増やします。そうすることで発電機を回すためのトルクをこのタービンが出力できます。でさらにこの負荷を大きくしていきます。そうしますと発電機を回すのにさらにトルクが必要になります。ですのでこの弁の空き具合をさらに開いたり、それでも足りなかったらボイラーで蒸気を作りますが、この燃料をさらにガンガン燃やしていって出す蒸気の量を増やす、そういったことをします。これだけ聞いていますと、負荷が増えたとしてもタービンに当てる蒸気の量を増やしていけば何か対応できてしまいそうですが、実際はそうはいきません。このタービンが出せる機械的なトルクには上限があります。例えばタービンが出力している機械的なトルクを TT とします。で次に発電機が必要としているトルクを TG とします。負荷需要が増えていくほどこの TG は大きくなります。このタービンと発電機の完成モメントを合わせて、J としますか。であとはこのタービンと発電機の回転数を、オメガとします。そうしますと回転体の運動方程式によって、まあ、こんな式が出来上がります。例えばタービンが出力できる機械的なトルクが上限に達してしまった後でも、この発電機のトルクが増えてしまえば回転数は低下してしまうことになります。トルクの釣り合いが取れていない状態だと回転数がどんどん低下していく方向になります。それが続いていくと発電機は止まってしまいます。ですが実際に止まることはなくて、発電機が止まる前に負荷をですね、遮断します。つまり負荷に電力を供給しないようにするために一部の地域だけ停電するわけです。そうすれば負荷は少なくなりますので、トルクの釣り合いが取れて回転数は元に戻ります。基本的に発電機は一定の回転数で回り続けることを想定しています。例えば火力発電の場合ですと 50Hz 3000回転、 60Hz の場合は3600回転です。そこから少しだけずれた回転数で回り続けるということは基本的に想定していません。また回転数が大きく外れてしまうと発電機にダメージを与えることにもなりますし、接続されている需要家にも迷惑をかけることになります。そういった場合は負荷を遮断したり、一部の地域だけを停電したりする、そういった対策が取られます。実際には周波数リレーと呼ばれるものがあって、周波数が基準より低くなったり高くなったら負荷を遮断します。これが電力の需要と供給のバランスが崩れた時に停電する理由の一つです。2022年3月の電力逼迫や停電の原因になったものです。まあ、発電機ですとスケールが大きすぎてわからないと思いますので、少しスケールを小さくしてエンジン発電機を考えてみます。あれも仕組みはほとんど同じです。エンジンと発電機が直接つながっていて、エンジンが回ることで発電機も回って発電するものです。エンジン発電機で電気を使い始めると、エンジンがうなり出すようなそんな音を出します。ですがエンジンの回転数は変わっていません。なぜ電気を多く使うとエンジン発電機がうなるような音を出すかというと、より多くの燃料を燃やして必要とされている電気エネルギーを作り出すために、機械的なエネルギーをエンジンが出力します。エンジンが出力できる上限よりさらに多くの電気を使うとどうなるか、エンジンは止まってしまうか、もしくはエンジンが止まる前にブレーカーが飛びます。ただ実際の発電機を含めた電力系統はかなり複雑です。先ほどの説明では発電機は1台でしたが、実際には何十台もの発電機がつながっています。
こんなに発電機があるわけですから、例えばこの地域で電力が逼迫してしまったら、どこか隣の電力会社から何か電力を融通してもらえばいいじゃないかというのが、まあ普通に考えられるわけですね。ちょっと試してみますか。今2つの送電線を用意しました。こちらには 50Hz の電気、そしてこちらには 60Hz の電圧が来ています。このオシロスコープに来ている通りですね、黄色が 50Hz、 そして赤色が 60Hz です。この2つの送電線をつなげば他の電力会社から電力の融通ができるはずです。それではやってみます。実はこれ周波数の違う送電線は接続できません。周波数が同じでないとダメなんですね。東日本と西日本で周波数が違うというのは皆さん一度は聞いたことがあると思います。東日本が電気は 50Hz、 一方で西日本の方は周波数は 60Hz となっています。ですので周波数の違う同士の送電線は接続できませんので、例えば東京電力、こちらは 50Hz の地域ですけども、東京電力のところで電力が足りなさそうだというふうになって、西日本から電力を融通しようと直接送電線を接続することはできません。西日本、東日本で電力を融通しようとするとかなり不便な状況になっています。まあ、こういった東日本、西日本で周波数が違うという、まあ、なんとも、不思議なことになっているわけですね。もちろん周波数が同じ地域であれば、その管内であれば電力の融通は容易にできます。西日本の中でしたら電力の融通はできます。ですから東と西で周波数を融通するための周波数変換所というのが大体日本の中央ら辺にあります。この周波数変換所というのは何をするかというと、その名前の通り周波数を変換します。例えば西から東に電力を融通したい場合、 60Hz の電気を一度直流に直してから、その直流の電気を 50Hz に変換します。そうしますと電力の融通ができます。逆も同じですね。東日本から西日本に電力の融通をしたい場合は、 50Hz の電気を一度直流の電気に直してから、それをもう一度交流の 60Hz の電気に電気の変換をします。実際に2022年3月の電力逼迫では、この周波数変換所を使って西日本の電力会社から東京電力に電力の融通がされました。まあ、電力が逼迫したらこういった周波数変換所を使えるわけですが、それ以外にも電力が逼迫したら揚水力発電を使うという方法があります。揚水発電は位置エネルギーを利用したバッテリーのようなものです。上下にダムがあって電力が逼迫した時に上のダムに溜めた水の位置エネルギーを利用して発電します。揚水発電なので発電後は電力供給に余裕のある時間帯に電気を使ってポンプを回して上の方にあるダムに水を溜めます。上下にダムが2つあるわけですね。そういった電力が逼迫した状態で一時的な補助として使える揚水発電なんてのもあります。これはちょっとおまけなんですけども、3月の電力逼迫で東京電力が発表した資料を見てもらいます。供給力と揚水を除いた供給力、そして需要実績の差は800万キロワットです。これは8ギガワットに相当します。この8ギガワットというのは東京電力の持っている柏崎刈羽原発の発電容量と同じです。原発稼働の良し悪しはとりあえず置いておきますが、もし原発が動いていれば今回のような電力逼迫にはならなかった可能性が非常に高いです。こういった供給力が足りないための電力逼迫であったり、あとは停電なんかを経験すると、いかに発電インフラが重要かというのがわかるかと思います。まあ、特に根拠はありませんけども、まあ、今後数年は夏冬に電力逼迫が続くのではないかと個人的には予想しています。ということで需要と供給が崩れた時に停電する理由について話しました。それでは最後まで動画のご視聴ありがとうございます。ちなみに少し営業になりますけども、全国の発電事業者の方、発電所見学、変電所見学、まあ、周波数変換所、あとは直流送電所の、見学の案件お待ちしております。 T シャツ販売中、詳しくは概要欄から。